さあ続いてはスバリストのコーナーです。今回は太田市からお越しいただきました花輪正雄さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ花輪さんはアウトバックにお乗りいただいているということなんですけども、いつ頃お買い上げいただいたと思いますか。そうですね、9年前ですね。9年前、はい。走行キロ数はどれぐらいなんですか。8万キロですね。じゃあ1年で1万キロはやらかけると。そうですね、はい、この車はちょっと少なめですかね。この車はというふうにお話しいただきました。はい、これの前は何という車。同じ車種のグランドワゴン。あ、ということはアウトバックの前身の車にお乗りいただいたと。その時はもっと乗ってたんですか。そうですね、はい、10年乗って12万キロぐらいですかね。じゃあ1万キロ以上は乗ってたと、はい、ということなんですね。まあ、あのアウトバックですね。このアウトバック、まあ、グランドワゴンもそうですけど、お買い上げいただいた理由って一番の理由って何でしょうか。あの雪道に強い、はい、これがもう最大の売りですかね。はい、だから雪道はじゃあ年間通してシーズンもかなり。そうですね、はい、スキーが趣味ですから、まあ、シーズン20日から30日ぐらいは行ってますのでね。そんなに行きますか。はい、じゃあかなり、はい、スキーの方はいつぐらいからやってるんですか。どれぐらい前ですか。20代前半ぐらいですかね。でもかなり長いですね。年数は長いですね。ベテランですねけどまあそういうふうにスキー場に行く、まあね、雪山に行くときにはまあもちろんねこの車お乗りいただいていると思いますけども、結構あのまあ雪山といってもね、あの標高の低いところから高いところまで結構あの雪の違いもあったりいろいろ大変かと思うんですけど、何かいろんなエピソードもあるでしょうか。そうですね、はい、最近は尾瀬方面ね、はい、赤城の北面を通って行くんですけどね、はい、たまたまの帰りですかね、何段か前の車が雪道でスリップして登ってくる車と正面衝突した。まあ、私は何台か後ろだったんですけど、まあ、これはもう全然問題なくサーッと止まって、はい、で車から降りたんですけどね、歩けないんですよ。氷の上を歩いてるようなんですね。でもピタッと止まりましたからね、まあ、そういう意味じゃ安心な車だなとつくづく感じましたね。そういう時に多分ね、スバルの 4WD には AWD って言いますけども、まあ、そういうね強さっていうの実感 ね、 そうですね、していただけるんじゃないかなと。一番気に入ってらっしゃる点というのはもちろん4という部分もそうですけど、どんなところがこのアウトバックありますか。ね、自分は、まあ、スキーがベースですから、はい、まず車高が高いことですよね、はい、それでこれ雪道はもう安心じゃないですか、はい、それでいてその街中は普通の乗用車感覚で乗れますからね、はい、まあ、そういう意味では、ね、非常に気に入ってますね、はい、ね、もう、まあ、グランドワゴンからそのままの系譜を受けて、はい、この車をお乗りいただいたっていうのはよくね、分かる感じがしますけど、まあ、それだけ気に入ってらっしゃって、ね、他は全然目もくれない感じですね。ね、本当のスバリストとかね、いう感じですけど、はい、あの実はのそのグランドワゴンの前もスバリストなんで、あ、そうです。何、はい、という車。ね、もう皆さん知らないかもしれないですけど、はい、ドミンゴという車、ね。ドミンゴ。はい。来ましたね。ビジターセンター行っていただけるともしかしたらあるかもしれませんけど、はい、ドミンゴはどれぐらい。やっぱりこれもね10年近く乗りましたけど。これ私子供が3人いて、家族5人で旅行が好きだったんですね、はいはいはい、でこうどっかに行くじゃないですか、そうするとね真ん中のシートをテーブルにして、はい、運転席と助手席向き変えられますよね、はいはい、車の中で食事ができる、はい、これがドミンゴの魅力ですね、はい、魅力ですね、でスキーに行くと車の中で着替えができる、はい、海に行けば、はい、もうねその状態でもね、はい、全然問題なく着替えちゃいますからね、それも良かったですね。それだドミンゴからずっとスバル車にいただいてどれぐらいなんですか。そうすると30年ですね。30年ですか、はい、ね、もう大ベテランのスバルが来たらいいと思います。実は奥様も、はい、スバルのお車なんです。そうですね、はい、軽自動車ステガですね。実はお子さんも今度就職するにあたってスバル車をご購入を検討してらっしゃる。そうですね、はい、10月ぐらいになるんですけど、はい、まあ、インプレッサか、はい、レボーグか、レボーグかかなと、かなと、はい、ね、はい、まあ、レボーグも私も使用しますけどね、はい、いい車なんでぜひね吟味していただいて、ご購入いただき、自分がねレボーグ乗りたいんで、はい、子供にはインプレッサーしてもらいたいなと、そうですか、なるほどね、いろんな素晴らしいね、車種がありますんで、ぜひいろいろ吟味していただいてね、はい、ご検討いただければと思います。まあ、このアートワークもね、はい、さらにこの後も大切に、はい、ぜひお乗りいただければと思います、はいはい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。